どうも、斉藤慎士でございます。さあ、今日はですね、今日も久しぶりにこのベスト5ものでね、やっていきたいと思うんですけれども、以前にですね、どんでん返しが、秀逸な小説ベスト5みたいなのをやったんですけれども、どんでん返しということでくくってしまうと、私の嫌いな叙述トリックというのが出てくるわけですよね。あれは結局何かというと、小説でしかできない、トリックですよね。トリック、映像が見えない人に向けて書いているので、わざとこう書き落としておいて、あんまり書いてなくて、最後に実はこれでしたみたいな、ずっとこの人は A 君だと思ってたでしょ、 B 君でしたみたいな、はあ、それがオチですか、なんや、ほんなこの事件の大筋とは関係ない、そうですか、はあ、お疲れ様でしたっていう、ちょっとしらける部分もあるんですね。僕そんなのを読みたいわけじゃないと。ちゃんとストーリーの中で、物語の中で、おーと思わせてほしいというふうに思って、湊かなえさんのリバースなんてまさにそうなんですけども、というふうにね、大どんでん返しの小説というのをやらせていただいたんですけれども、今日はね、どんでん返しではないにしても、オチが綺麗だな、オチが秀逸だなと思う小説ベスト5でございます。つまりひっくり返らなくてもいいんですよ。でもオチで最後のね、何ページかで鳥肌がふわーっと立つ、うーわーいいこれみたいな、そんなの別に純文学でもありますし、今回取り上げたのは、ほとんど大衆文学ですけれども、でもね、うーわーいい終わり方やわこれっていうのあるじゃないですか。そういうオチが綺麗な小説ベスト5紹介したいと思います。第5位、東野圭吾さんで秘密。もう何回出すんだお前はと、いうふうに言われるかもしれないですけれども、やっぱり良かった。これは良かったって言いますけども、良くないですよこれ終わり方は。ぐっさーで終わりますよ。うーわそういうことか、嘘でしょ、うーわーって、何日間か僕は1週間落ち込みました。落ち込むんですよ。でもこれも男性と女性で捉え方違うかなというふうに思いますしね。でもえぐいこと考えるなこれっていう、ことですよね。角田光代さんのね、8日目のセミもそうですけれども、こんなえぐい設定よう考えるなもうっていう本当に素晴らしいお話でございます。はい。続きまして第4位、筒井康隆さんのロートレック騒事件でございます。はい。これはね、正直言うと、いやちょっとこう叙述トリックなんじゃないのっていうところなんですよ実はね。でも納得できます。ああそうかそうかっていう納得ができるし、結構驚くオチなので、僕はそういう系の中では一番好きかなとは思いますね。そうか、それができるってことはそうかみたいなね。決してその文章の中でごまかしてとかではないので、あり得る範囲だったら僕はいいのでね。あり得る範囲での叙述トリックという感じで、そういうことかみたいな、ほんなら今までのクエスチョンが全部きれいにね、エクスクラメーションになっていくぞというような、お話でございます。はい。続きまして第3位、こちらも東野圭吾さん、容疑者 X の献身でございます。はい。これは直木賞も受賞しまして、映画にもなりました、ガリレオシリーズじゃねえか、ガリレオシリーズだったっけ忘れましたけれども、そうですよね、ガリレオシリーズですよね確かこれね。なんですけど、スポットが当たるのは、事件の方ですよね。とある男がいて、お隣の、お隣に住む、奥様、そして娘さんがある事件を起こしますと。
ところからお話が始まって、この結局、まあ、これも読んでほしいんですけども、その容疑者 X、 もうタイトルの通りなんですよこれ。容疑者 X、 これ誰がやったんやったっけな。僕だから映画で一つだけ腹立つのが、イケメン俳優がやったんですよこれを。それは違うと思いましたね。誰やったかな、堤真一さんか誰かがやったんですよ、ちょっと忘れましたけども。いや、じゃないと、六角政治にやらせろと、僕は思いながら映画は見た記憶がありますけれども、本当にね、容疑者 X の献身なんですよね。で最後のラストシーンがもう切ないというか胸をえぐります。ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。はい、というわけで続きましてが第2位、これ意外と思われるかもわからないですけれども、劇団ひとりさんの影日向に咲くでございます。はい、このね、影日向に咲くは有名なね、映画として非常に有名かもしれませんけれども、映画の方は僕はどういうふうな処理の仕方をしたのか知らないですし、わからないですけど、結構あんまり評価高くないですよね。小説読んでみてください、ぜひ。まあいろんな話がオムニバスでこう出てきます。まあ、とあるサラリーマンとか、アイドルオタクであったり、多重債務者であったりだとか、売れない芸人であったりだとか、恋する女性であったりだとか、そういうのが出てきます。もうもちろんオムニバスなんでぶつ切りにボン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 とあるんですけれども、最後にそれが一つにまとまるというか、あ、こういう落ち着けるのっていう、最後の一文で鳥肌がブワーって立ちます。うわー、そうかそうかそうか、うわ、これがこの時のね。うまいんですよ劇団ひとりさんって、そういうのが。まあ、今世間の風潮的にピン芸人で天才というとバカリズムさんっていう風なイメージがありますけども、僕はコントに関して言えばひとりさんの方が、まあ、個人的には好きです。はい、もっと深いところで、ネタをやってらっしゃると思います。で昔一度だけバカリズムさんがやったネタでピンスポットで語るっていうネタをしてましたけど、あれは完全にひとりさんのパクリだと思います。はい、ピンスポットで語りから入るネタをできるっていうか、まあ、それを最初にやりだしたのは劇団ひとりさんでして、見たことがない人はですね、マジックのネタだけでも見てください。はい、ミラクル葉山という人が出てきてね、老人ホームで、マジックをやるという、そういう芸人のネタがあるんですけども、秀逸です、秀逸です。ピンネタの中で一番面白いです。とかね、それ以外にも富良野支店とか、もう名作いっぱいあるんですけども、劇団ひとりさんはそういうのが書けるコント師なので、小説もものすごくきちんとオチもついてますし、起承転結があって面白いです。はい、笑いどころもあってというような、小説が書ける方です。映画を、まあね、どういうそのなんていうんですか、視点でこう撮られているかというのはあまり僕は映画についてもわからないんですけれども、まあ、浅草キッドも非常に良かったですけどね、小説ぜひ読んでみていただきたいなというふうに思います。はい、そして、流行る第1位は伊坂幸太郎さんのゴールデンスランバーでございます。はい、これは面白いです。これもね、映画化されてますけれども、映画は見たことありません僕。なので、まあ、小説のみなんですけども、小説で十分面白いですし、オチが正直ね、オチがいいよって言って言う頭で読むと、大したことないやんオチって多分言うと思うんですけど、僕はオチで、あ、綺麗だなというか、なんかほっこりするんですよ。なんかそれがすごく、あ、こういうほっこりやけど綺麗なオチっていうのもあるんだというので、結構衝撃を受けたので、まあ、一応ね、これは元宅配業者の主人公がですね、まあ、1回だけそのアイドル、襲われていったアイドルを助けたことによりちょっとだけ有名人になるんですよね。
っていう過去を持った主人公がある時大学時代の友人に会ったら、お前オズワルドにされるぞって言われるっていうとこからお話が始まるんですよ。オズワルドって言ってもあれですよ、あの M1 のあのサスペンダーの2人じゃないですよ、一旦やめさせてもらいますの人たちじゃないですよ、あのオズワルドですよ、あのケネディ暗殺のね、犯人でございますオズワルドにされるぞっていうお話なんです。もう面白いですよ。はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。そしてオチでうわーとかじゃないです。あいいお話読んだなって終われるお話、オチでございますのでね、あくまで個人的にオチが綺麗だな、秀逸だなと思った小説ベスト5の方を紹介させていただきました。どうもありがとうございました。